さあ、今から行ってきます。エレベーターに乗って引っ越しです。道場にね、家から道場に持ってきます。いつもこれです。ゴロゴロ水合わせがね、せっせと新しい水やからね、こっちに入れます。連れてきた方がね、水をちょっと入れていきます。ちょっと道場の冷たいんでね、かわいそうな気もしますけど家が18度から19度、ここは13度ぐらいなんでね。どれぐらいですかこれ。え、寒いか、ちょっと水温が低いな。13度、やっぱり13度ぐらいか。水槽立ち上げて4日ぐらいですね。早速入れていきます。ちょっとの間水温を合わせておきます。5度か6度ぐらい違うんでね、ちょっと水温を合わせます。その間にちょっとね、家の水槽を片付けていきます。はい、グッピーね、このちっちゃい水槽からこっちに移します。丈夫ろ過装も取りました。もう蓋だけで、もうエアーだけでいきます。エアーっていうか、あのスポンジフィルターだけでね。だいぶ増えたんでね、増えたっていうか、もうほんまちっちゃいのいますね、いっぱい。これをどうにかね、あ、赤ちゃん生まれてるわ、いっぱい生まれてるわ。赤ちゃん生まれてます。めっちゃ生まれてます。赤ちゃん生まれてます。食べられてへんな。ちょっと水合わせして入れたいと思います。はい、家のね90センチ水槽寒くて下回ってん、90センチ水槽ね、グッピー水槽にしました。すごい贅沢でしょ。ちょっとカキ殻入れてますけど、すごい赤ちゃんね、いっぱい生まれてますんでね、どん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 ね、こうちょっと土壌、金魚の下に入れてた土壌、これ土壌持っていかなあかん、金魚のとこに。これ食べてまうでしょ、ここ入れとったら。はい、グッピーだけです。ザリガニが1匹ね、ちっちゃいのがおるんですけどね、それはもしグッピーが死んだ時ね食べてくれるんで入れてます。グッピー水槽です、夢のね。エンドラードやったかなに近いと思うんですよこれね。はい、野生グッピーでございます。23度に合わせます。23度ね、もうちょっとしたらヒーターいらなくなるんで、それまでちょっとね23度で設定してますということです。今からね、道場の方の引っ越したやつらを入れに行きます。はい、入りました。お引越し完了です。じゃ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 ん、金魚をね持ってきました。まだちょっと水が透き通ってませんけど、はい、奥にね、経営企画さんと魚帝国のステッカーが並んでおります。いい感じですよね。階段上がってきたら、ね、階段上がってきたらドーンと、ね、ドーンとこんな感じです。ここから道場入ります、ね、階段上がってきたら玄関に、入り口に金魚が待っているということです。一匹でかい赤いのやつは野良金魚ですよ。これは野良金魚です。でかいやつだね。はい。ありがとうございました。経営企画さんありがとうございました。いい水槽になりました。いい感じになりました。横からもね、見えるようになりました。ありがとうございます。はい、水変えてからね、水槽入れてから3時間ぐらい経って、えらい落ち着きました。こんなんしたかったんですよ。グッピーだらけっていうやつ。はい、ちっちゃいのがね、めっちゃ生まれてるんでね、グッピー1000匹いきますよ。1000匹水槽を作ります。ちょっと電気消してみようかな。はい、めっちゃ綺麗です。この丈夫ろ過装がないっていうのがいいですよね。これね、
オーバーフローでもないしこのスポンジフィルターだけでいってみたいと思います。ですね、むっちゃ綺麗からね、これちょっとこれやってみようか、ね、はい、こんな感じで夜もね、いい感じです。ありがとうございました。すっぽんとね、ミシン、シッピン、においやめも元気です。ありがとうございました。皆さんもどうですか、大型魚ばっかりじゃなくてこういうね、グッピーとかいいですよ。